オス、ライトです。それでは前回の続きからやっていきましょう。折り紙キング。今回はパート37アンド最終回なのではないでしょうか。さてやっていきましょう。前回ですね、ようやくクッパ様をね、復活することができました。ようやくね、クッパの本領が発揮できるのではないでしょうか。前回ね、ホッチキス戦いましたね。結構大変なボスだったわ。やっていきましょう。これ行ったらあれかな、一旦セーブする。あ、セーブないか。え、これセーブないの？待って、今思ったからセーブないの。もういいや、とりあえずセーブしちゃうよ。行きましょう。さあどうなっていくんでしょうか。これ登ったらもう始まる。あ、セーブあった。おい、どうやら折り紙城の最上階まで来たようだぞ。オリーはあの扉の向こうだな。よし、行くぞ。あ、どうした？私、怖いです。兄上は私にまであの恐ろしいホッチキスを仕掛けてくるなんて、あんな兄上を止めるなんて、もう無理なのかも。どうした、オリビア、大丈夫か？マリアさん、ありがとう。私、いつも大事なところでくじけそうになっちゃいますわね。でも、ここまで本当にいろんなことがあったけど、そんな時、いつもマリアさんやレイジーさん、アメックさん。ちょっと待って、長い長い。みんな言ってくの、それ。アメックさん、ジュニアさん、ヤッパさん、そしてオムヘイさん、あと学者の先生ミホさん、テクジーさん、クッキーのミホさん、全員言ってくの。長い長い。ツッコミどころが長い。ナノリさん、川下りさん、トップのキノピオさん、折り紙職人さん、とにかくたくさんのいい人たちに助けてもらってばかりで、なのにマリアさんやコップさんをまた危ない目に遭わせちゃうなんて。おい、折り紙娘、危ない目だと？我が輩を誰だと思っている。泣く子も黙るクッパ様だぞ。だな、最強だもんな、ここは。本当ですわ。クッパさんのお顔が怖くて思わず黙っちゃった。確かにここまで来たらもうくじけてる場合じゃないかも。そうだな。お、回復した。もう1分やけど、元気100倍やけど。ああ、なんだか元気出てきました。お姉さんも元気よかった。よーし、こんな私にもきっとできることがあるはず。皆さんも仲間を信じて頑張りますわ。 OK、 やってこう。みんなで力を合わせて。なにこれ、よいしょ。ういお、折り紙城ハテナブロックコンプ、お宝フィギュアナンバー118折り紙城、やっていきましょう。いよいよ最終回、最終決戦、セーブしようか。さあ行きましょう。決着をつけてやる。お、座ってる。ついにここまでたどり着いたか。さすがマリオくんだ。しかし、少し遅かったな。城のトラップとホッチキスがいい時間稼ぎになったようだ。なんだと？兄上、この上一体何を企んでるの？おい、オリ、でもかんでも折り紙にしようって。この我が輩まで。ん？イチ姫はどこへやった？イチ姫？それなら目の前にいるじゃないか。それ、ああ、貼り付けされてる。なんてことを。言っただろ、私はピーチ城の全てを折り紙城に折り直したと。イチ姫も自分が主だった城と一つになれてさぞかし嬉しいと思うがな。
チフさんごと折り紙城に。ひどい、あんまりです。さらにこれ以上一体何を。はっ、なんだこのたくさんの鶴は。まさか、まさか。おお、大量にある。そうだ、千は折ればどんな願いも叶うという禁断の折り紙、千バズル。この千バズルの力で憎きキノピオどもを取り残らず白紙にしてやるのだ。なぬ、白紙されたらもう二度と元には戻せんぞ。泣く子も黙る我が輩も聞くほどの恐ろしいことをよくぞ追いついたもんだな。兄上、どうしてそこまでキノピオさんを憎んでるの。そもそも兄上を追ってくれたのは折り紙職人のキノピオさんよ。そうだそうだ、言ってやれもっと。そうだ、あのキノピオめ、私を折るために用意した紙を音もあろうか今用紙にしたのだ。なんてこと、折り紙の王である私の体をくだらんメモで汚すなど断じて許すわけにはいかん。こんなことで、そんな理由。確かに大事なことかもしれんけどな、人によっては。でもだからってキノピオさんは一人残らず白紙だなんて痛すぎます。うるさい、キノピオどもはみんな同じ顔だからまとめて全部憎いのだ。白紙に戻してしまえばもうあの間抜けな顔を見なくても済むというもの。それこそが私の理想とする折り紙王国なのだ。そしてマリオ、お前もことごとく私の邪魔をしてくれたな。しかしそれもここまでだ。鶴はすでに999話まで完成している。ここでお前を倒し最後の1話に追ってやる。さあやっていきましょう、折り線。いやー、なんて理由で追ってんだ。ひどいことするな。頑張れ、負けるな。マリオよ、ついに対決の時が来たな。私の願いを叶えるためお前を倒してやる、覚悟しろ。じゃあこっちだ、行くぜ。何何何あれ、魔法陣だ。何何、石神様、鬼様止めて、頑張れ。何何、あ、こっちも変身すんの。おお、かっこいい。こっちの方がかっこいいおお、すげえ。さあこの姿は石神様。髪の折り方などもうとっくにマスターしている。さあ行くぞ。なんだなんだ、負けるな。まあ兄上いきなり高ぶってます、気をつけて。どうしたらいいのこれ。こっちも土神で対抗する。お、なに。あ、マリアさん、あの魔法陣なんだか見覚えありません。なんだあれ、もしかしたらどの神様にも変身できちゃう魔法陣とも。最強魔法陣、じゃあそれオンにしていこうぜ。これ使ってみる。ちょっとやばそうだよね。どの神様に変身します。どうしたらいいんだろう。とりあえず土神、同じ土神同士で対決する。変身土神、やっちゃえ。ドン、いけ、オリビアちゃん、どうすこーい。1、1? やっぱ弱点とかあったっけ、ちょっと覚えてないんだけどそんな攻撃私には効かんぞ。え、これ効くの。おー、下がってもうた。あー、熱い。はい、やば、これはやばい。これ何神様。今兄上の HP 回復しませんでした。この空間では折り紙である私の HP は時とともに回復。チートじゃないそれ、ずるずる。おやりしていただいつまでたっても倒せんぞそんなのずるい。マリアさん、
焦らず急いでリング操作お願いします。嘘、そんなんずるくない？回復なんて。神の手いらないとか。あ、掴む。おお、何忘れたか。この手足が自由に動く限り私を掴むことはできん。あー、ちょっと外じゃおとなしくなってくれなさそう。いきなり固めちゃうようなやり方だ。あ、わかったわかった、氷神様だ。待って、強いってこれ。はい、ガード。あぶねえ、氷神様か。チンコチンだ。オッケー、わかったわ。あ、神の力発動、氷神。あ、チンコチンにしてやる。行くぞ。多分正解だよね。行け、パチンコチンや。ほい、ゾーン1。硬いわ。動け。来た、これで。待って、動けない。よし、やってこう。レッツゴー。オンにして髪の毛発動、出てきましょう。はい、掴む。え、投げる。おい、ドン。お、ひっくり返った。で、握る、叩く。おら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 。オッケー、お、戻った。なかなかやるな。ならば次はこいつだ。なんだ、次は誰。ぐる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 。お、氷神様。ってことは、ひがみ？ひがみっちか。おい、氷だ。これって氷神様？アイスメイズ、パキ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 ン。かっこいい。おい、あー出た。燃やせばいいんじゃない？あ、ルート覚えてくれってやつか。覚えてない、ちょっと覚えてなかった。あー、氷神様は氷の迷路作るんですわ。確か地面をよく見てルート覚えて、私には無理。覚えてなかった、忘れてた。あ、右下、多分これ違うかな。 OK、 行ったんじゃないこれ。 OK、 レッツゴー、やってこう。神の力発動。え、これ何神様、日神だよね多分、わからんけど。神様？凍ってるから溶かせばいいんじゃない？出てこう。おやせ。行け。Let's go。燃えろ燃えろ。OK。どうや。敵のアクション。氷を溶かすとはなかなかやるじゃないか。ローリングスタンド。痛い。あ、かわいい戻り方がかわいい。アイスメイズ、またこれ凍るんじゃないの。あ、下右下オン右。あー、もう忙しい忙しい。でもあそこ変わってないな。待って。あー、右、あ、オン、右、上で髪の手発動。入ってきましょう。回復されちゃったな、悩みすぎて。あ、逃げる。おら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 。オッケー、倍返しだ。いい気になるだよ、まだまだこれからだ。次は水神、やっていこう。水神チープリッス。おー、かっこいい色合い、かっこよすぎない？
これって水神様。あ、水ブレス。待って待って待って、溜めて溜めてる。え、ちょっと、あーなんか、あーそうだ、竜巻が。私の水柱は一味違うぞ。なんだ、もう回転してる。へえ、ちょっとこれでやってみよう。洗い流しって危な。そうでした、水柱をパネル流しちゃうんだわ。でもこれいけるよね、ギリギリ回避で。これ何神？火神じゃないし、水神、神氷だよね多分。カチンコチンにとりあえずしようだ。一旦動きを止めて、ほら、かき氷にしてくれるわ。あ、効かない。待って、効いてないんじゃないこれ。あ、飛んでるからか。落とせばいいの。え、どうすんの。ふっ、効かないな。え、どうすんのこれ。来るよ、イズブレス、ビッグウェーブ。はい、うわー強い。76。あ、来た今の子。あ、そうだ、土神様だっけ。入るとは。で、ここで神の手を使うんだ。やってこう。さあ、神の手発動。さあ、とどめか、これは。ラッツドゥー、できる、叩く。おーら、おら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 、どうや。く、神の力をもう終えてくるとは。兄上、大丈夫？あんなにたくさん神様の力使うなんてむちゃくちゃですわ。うるさい、情けなどいらぬ。そもそも私がお前を追ったのは、共に力を合わせこの世界を折り紙王国に変えるため。それを拒み、こともあろうかペラペラどもの味方について。オリビア、お前も折り紙なのになぜ私の邪魔をするのだ。私、折り紙はあんなひどいことをするためにおられたんじゃないと思います。兄上も私も元はといえば一枚の紙ですわ。その紙が心を持っておられて命をもらった、それが私たち折り紙です。ペラペラの人たちも同じ紙の仲間だし、みんなで仲良くしたいんです。その紙にくだらんメモをしたのは、あのペラペラのキノピオだぞ。私は折り紙としてのプライドまでおられたのだ。やはり話してもわからんようだな。ならば、なんだ、折り紙の本当の力を見せてやろう。なんだなんだなんだ、闇落ち。おお、闇落ちした。おー、ダークオーラがすごい。闇落ちから、なに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 、なんだなんだ、恐ろしい寄り方、一体どうなっちゃうの。おお、なんだなんだなんだ、あれ、ドーン。おお、回る回る回る、ステージが回ります。あー、キノピオ。なんだなんだなんだ、あ、パックンパックン、なんだなんだ、エデンエデンウィーン、ロボットみたいな。なんだこれ。どうだ、折り紙は折り方によってどこまでも強くなるのだ。ペラペラのやつなど蹴散らしてくれるわ。うん、蹴散らすだぞ。やれるもんならやってみろ。ちょっとでかくなったから、なんだ、我が輩が相手だ。お、頑張れクッパ。クッパさん待って、わあかっこよかったけど、そのままのペラペラじゃ本当に蹴散らされちゃう。折り紙の力が溢れてる今だったら私でもできるかも。まだ降りますわよ。おお、変身します。あ、クッパ変身。
変身です。はい、おり折っちゃいます。おー、何これ。何これ、折り紙相撲。あ、かわいい。シンプルになった。ガッ。いいぞ折り紙娘。さあ折りよ、これでハンデなし、真剣勝負だ。行くぞ。あ、残った。いけ。頑張れ。ぬぬる、こいつ結構やるな。我が輩だけで押し切れるか。頑張れ。なんだ。あ、ほら、周りに神の手の魔法陣がいっぱいありますわよ。神の手で地面をバンバン叩いたら、ヨッポさん助けられるかも。おお。ヨッポさんが魔法陣の近くに来たら、後ろに回り込んで神の手発動ですわ。OK。クッパさんが動いちゃったら B でキャンセルして、ガマ王陣切り替え。 OK。 どこ、ここがいいの。おそっとそだ。 OK。 いけ。おーらららららら、魔王陣が消えちゃいました。あんまり役具が持たないみたい。出せるか、俺でも食らえ。なんだ、ジャンプ。はい。ちょっと待って、押し負ける。ちょっと忙しい。どこまで行くの。ちょ、はい。行くぜ。おらおら。いけ。また来い。はい。忙しい。魔法陣作ったよ。行く。OK。いいな、クッパ。行くぜ。おら、いけ、押せ。おら、いけ。まだ忙しい。はい、待って、急げ。急げ。マホジ使って。行く。よし、行く。おら、その装置だ。おた？待って。違う。急げ。おさっとそれだ。ちょっと待って。足遅いね、こっち。ちょっと待って。はい、痛い。早く、時間が。行くぜ。おら。行け。行ってくれ。頼む。すごい効いてます。はい、体力が持たん。忙しすぎる。はい、行け。頼む、行ってくれ。おら。まだ？ここ同じとこ。オッケー、行け。あ、待って、ミスった。はい。 B を押したんだけど、これ。行け。ほら、もっと。ほら。はい、痛い。ちょっと急すぎない。手裏剣やめてくれ。急の魔法陣使って。ちょっと待って。はい。ほら、いけ。まだ。はい、長くない？さすがに。もうなんか変な汗出てきたんだけど。ほら、いけ。いけ。めっちゃ、なんだ。おお、なんか変わってきた。間違えた。待って、耐えてくれ。ほら。ペラペラのくせにやるな。ならば、いでよ、我がしもべ。なんだ？おお、なんだ？どっす。大きなお顔、こんなのが落ちてきたらどう考えてもやばそう。落ちてくるまでに急いで地面をバンバンして、クッパさんに買ってもらわなきゃ。なに、オッケー。いけ、おら。ぬお、ちょっと待って。あ、待って、逃げる。これゲームオーバー？嘘、また最初から？ゲームオーバー。お、こっから？ぬぬぬ、こいつ結構やるな。我が輩だけで落ちきれるか。こっからか、オッケー。おら。それか、これでも食らえ。あ、来た。
けい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 け、ほら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 ペラペラのくせにやるな。ならば入れよう我がしもべ。さあここまで来ました。待って、さあやばい、やばそう。はい、ワンワンしてね。さあこっから行け、ならば行ってくれ、行ってくれ。ここでちょっと一旦避けて、あぶね、危なかった。あのままじっとしてたらやばかったかも。あれ、お顔が落ちてきたショックで姉上が戻っちゃったかも。あと一息でしたわ。もう一度頑張って、頑張って。はいはい、おい、ボソッとするな。ちょ待って、動かないでくれ。だったらはい、いけ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 、おら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 、はいはい、えらい、急げ急げ、待って待って、おら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 、おおおおおら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 、はいはい、待って待ってくれ、行くぜ、おら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 、いいぞいいぞ、聞いてる聞いてる、おら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 、そこです。こしゃくな、勝負はまだ終わっていない。なんだ、またこれ、待って待って、これまずいんじゃない。いけ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 、ちょっと一旦避けるか、一旦避ける、あぶね。こっちか、はいはい、魔法陣もう一回か、いけ、行ってくれ。まだか、まだなのか、はいはい、回復、いけ、いけ、うわ、まだ終わらないぞ、しもべよやれ。またか、いくぜ、おら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 、押し切れ、ペラペラのど根性おもしれ、どすこーい、バイバイ、うわバイバイ、終わった。すごい疲れたんだけど。オッケー、ナイス。どうだ、アニメ、あんなにペラペラな人たちを選んでたなんて、こんな最後残念ですわ。お、なに、まだ終わってない。でけー、待って、でかいでかいでかい、うわー、クッパ、待って、でかいでかい、巨大化やめてくれ。おお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 お変身じゃないの、なんだこれ、おなんだこれ、魔法陣だと、今さらそんなものを出してどうしようというのだ。えい、おざかせい、こんなもの、なんだ。さあクライマックスか。さっきので結構体力消耗しちゃったよ僕。大丈夫かこれ、何何、おおくるくるくる、回るよ回るよ、なんだなんだこれ。魔法陣がバラバラにされちゃいました。あ、またパズルかこれ。さらに今私の怒りが猛毒となって下から迫ってきているぞ。ぼやぼやしていたらお前たちは終わりだ。うわあ。エリアさん早く急いで、魔法陣を元に戻して。またこれか、パズルか、待って。3、2、1で何、何これ、受けてみろ。あー、よいしょ、避けていく、おしゃくな。ちょっと待って、
上に赤があるの？難しいんだけど、こうか。こんな感じだっけ？毎回なんかやってくる。これでも食らえ。はい、闇。はい。はい。おのれ。なんだこの小細工みたいな。これはこうか。こっちだっけ？あ、違う。青はこっちだよね。あれ？なんか違くない？受けてみろ。はい。あ、なんだなんだ。痛い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 。死ぬ。わあ、はははは。こうじゃないよね。こっちだよね。あ、なんかもうなんかいろいろおかしくなってきてる。え、わかんねえ。待って、猛毒が。パタンキュー。え、これまた最初から？でね、下か。行きましょう。もう何回目これ。忙しいんだってこれ。行くぞ。はい。これでも暗い。おのれで、これスライドさせて、こうかで、何かが違う、こうか、こうだ、来たんじゃないこれ。使わせてなるか。こうなれば魔法陣もろとも紙くずにしてやる。なんだってこと。待って、よいしょ。はい、あ、危ねえ。よいしょー。 おのれさあ、アクション、やっと来た。これめっちゃ難しかったわ。何回ゲームオーバー。もう6回ぐらいゲームオーバー。いくぜ。おら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 、ありがとうマリアさん。よし、これで魔法陣の力使えますわよ。職人さんがくれたメモに書いてあった折り方が役に立つ時が来ましたわ。なんだ、変身タイム。あ、最後の変身。なんだなんだ。はいはい。何これ。あー、ハンマー。おー、オリビアハンマー、かわいい。目ん玉ついてる、かわいい。あ、来た、オリビアハンマー。これでぶっただけってことか。目を覚まさせてやる。アニメお願い、目を覚まして。行くぜ。ほら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 、終わりにしようぜ。バイバイ。あばよ。これで終わりだ。兄上、ごめんなさい。こんなにボロボロに。思いっきりやりすぎちゃったかも。オリビア、気持ちのこもったいいハンマーだった。おかげで目が覚めたよ。私は折り紙としての折りにこだわるあまり、心まで手間がってしまったようだ。あ、これはなんだ。それはおそらくあのキノピオが私の紙に書いたメモだ。あ、体に書かれてるってこと？かわいそう。この愚かな私にふさわしいどんなことが書いてある。最後にそれを読んで笑わせてくれ。わかりました。なんて書いてあるの？かっこよくて心の優しい素敵な王様になりますように。めっちゃ泣けるやん。いいこと書いてあるやん。これは絵馬なんかじゃないですわ。折り紙職人さんが紙を折るために書いた
心のこもったメッセージ。素敵な王様か。職人さんはこの私を心を込めて一生懸命折ってくれたんだな。そうとは知らず、私は取り返しのつかないひどいことをしてしまった。罪のないピーチ姫やマリオくんまで巻き込んでしまい申し訳なかった。おお、なんだ、大丈夫か。オリビア、私の折ったステンバズルをお前に託そう。お前の手でこの私を天和目のブルに折り、ステンバズルを完成させてくれ。そして優しい心を持つ折り紙のお前の願いを叶えるんだ。それが私にできるせめてもの見滅ぼしになるだろう。頼んだぞ、オリビア。あ、パタン、あえ、アニメなんてこと。マリアさん、私それの折り方がわかりません。私は折り紙状を折ったアニメなら できても私は難しすぎて。つるな、難しいよね、つるって折り方。お、ルイージーじゃん。マリオ来たよ。あ、カメックウッパジュニア生きてた。さすがやな、信じてたぞ。兄さん、折り紙職人さんを連れてきたよ。折った本人ならきっとオリーを説得できるはず。やあれ、この安らかな紙はオリビア、ハンマーの折り方が役に立ったみたいだね。あ、これはもしかして禁断の折り紙千バズル。折り紙職人さん、私に鶴の折り方を教えてください。アニメに託されたこの千バズルを私の手で完成させたいんです。よし、わかった。今回の騒ぎも元はといえば、私が折ったオリーのでかしたこと、命折りもこれで最後にしよう。それじゃあオリビア、頑張って折るんだよ。さあ、あーして、こうして、こう、あーしてって、おお、完成。上手上手、よくできたね。これでステンバズルは完成だ。さあオリビア、君が叶えたいことをお願いして。え、何に、ね、願うの。兄上の復活でしょ。はい、私のお願いは、なんだなんだなんだ、なになに、どうした。あ、ピーチ、テンバスルさん、お願いします。ピーチ姫、兄上が折った折り紙を全部元に戻して。あ、あ、おー、あー、綺麗。あ、綺麗。おー、なんか感動だわ。泣ける、これは感動するわ。おー、すごい。いや、ようやく最終回、これ終わった？終わりかな？エンディング？最後めっちゃ難しかった。あのパズルがね、結構難しいんですよね。おお、来た、ピーチ城復活。え、あ、オリー、ででーん、これでどうなる？地上？お、痛い。いや大丈夫？お、ピーチ姫、大丈夫？ん？お、さすが。お、お、あら、
って、どうしたの？ビーチーム、元に戻ったんでね、よかった。あれ？オリビアはどこ？どこだろう。あ、そっか、アニメがおったってことは、オリビアも元に戻すってことは、折り紙になったってこと？あれ？あ、おお、花火花火。やっぱマリオといえばね、このピーチ上での花火ですよね。さあ、え、オリビアどうしたの？え、泣けるやつこれ、やばくない？おられたものが元に戻って本当に良かったです。ピョータも折り紙祭りで大盛り上がりですよ。みんなとても楽しみにしてたから、きっと大喜びでしょうね。あ、はい、クッパー。めっちゃ写真かわいい。かわいいな。あ、エホエホ、元気だったか。おお、カメックババ。お掃除してる？おお、みんないるやん。川下りの人と、のこのことね。トロプーだっけ。あ、キャサリン。待って待って待って。おお、あ、ルイージ。おお、みんな全員集合だ。いいね、盛り上がってるな。あ、お、職人さん。マリオさん、ピーチ姫ついに完成しましたよ。折り紙たちが平和に暮らす折り紙王国の折り紙城です。あ、もしかして、あれ、いない。でもマリオ、私を助けてくれた折り紙の子を思い出してる？そして平和が戻ったのも折り紙ちゃんのおかげね。私からも元の姿に戻してくれたお礼を言いたいわ。ちょ、早い、消えんのが。僕のタイミングでやってくれ。さあ、いよいよお祭りのフィナーレですよ。あ、何？待ってる。折り紙に感謝を込めてありがとう。すごい。あー、灯籠流し的な。おーおー、すごい綺麗だな。花火が打ち上がると最高のフィナーレだ。これでジエンドってこと？どうなんだろう。え、オリビア結局どうなったの？ペーパーマリオ、折り紙キング。さあ、折りか。いやー、いろいろありましたね。お、戻って帰ってる。マリオとルイージーが。しかも夜かよ。朝になってからでもよかったんじゃない？さあ、いや、結構楽しかったですね。いろんなキャラクターがいて、僕自身もね、いろんなキャラクターのね、独特な声のね、入れしたり、してましたが、いかがだったでしょうか。はい、ということでね、ついに最終回を迎えました。折り紙キング、おー、あれだ、あの灯台だね。いや、でも本当最後みんなね、元に戻れてよかったですね。で、結局オリーとオリビアはどこ行ったんだろう。オリーはまだね、あの分かるけど、オリビアはどうなったんだろうね。それがちょっと分かんないんですけど、これね、江戸、大江戸ランドだっけ。懐かしいな。おお、砂漠のね、あれだよね、ピラミッド。アウェイ、あ、出た、ブーツカーだっけ。めちゃくちゃ速いやつね、楽しんでんな。おお、いいな。あ、光ってる。みんなはしゃいでる。こっちももう元に戻ったってこと？いいね。あ、今までのね、ステージを振り返りつつお別れしていきたいと思います。おお、あ、出た、なんだっけ、ピーチ号だっけ。治ったの結局あれは。治ったっぽいよね。お、クッパだ、クッパジニア。あー、天空のね、温泉ね。兵法掃除してて可愛い。あの兵法一家に一人ぐらいは欲しいわ。2人ぐらいかな。あ、
しました。職人さんの机ね、これ作ったんですよね、折りを。あ、そろそろ終わりかな。あ、おい、ピーチとマリオ、ニンテンドー、ありがとう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 。あ、奥にルイージがいるよ。あ、紐を開けてきました。どんだけ遠いのどんだけ遠いんだよ。どうなる？セーブ中。なんだ？なんかあんの？お！あ、え、オープニング？はい、ということで、ペーパーマリオ折り紙キングようやく最終回を迎えることができました。ありがとうございます。いや、よかったよかったのかな、これバッドエンディングにちょっとね近い気もするけど、ちょっとグレーゾーンじゃないこれ。え、みんな幸せになってハッピーになったのはいいけど、オリビアがちょっと報われてないよね、まあ、オリーはちょっとね悪いと闇落ちしてたけど、オリビア報われてほしかったな、最後出てほしかったな。はい、ということでいかがだったでしょうか、ペーパーマリオ折り紙キング。僕はね、もう個人的にやってて楽しかったし、パズルがちょっと難しかったのもあるんですけど、それもね含めて楽しかったですね。あとはもう声入れも結構ね楽しく演じさせていただきました汚いね声入れでしたけど、楽しんでいただけたら幸いだと思っております。はい、ということでチャンネル登録コメント待ちしております。また次回お会いしましょう。さらば。